まあ、これはもっちゃんさんももうバッチリ知ってる曲で、はい、バゼットのプレッチ。この曲ギターソロえぐいっすよね。ウルハさん、アオイさん、ツインリード、ギターソロ両方めっちゃいいんですよ。この後のやっぱツインリード、もううわいいっすね。なんかバラードなんですけど、プレッジって結構激しいじゃないですか、ロックバラードっていうか。そうですね。でギターソロがめっちゃ長いんですよね。正直一瞬たりとも逃す時はない。なんかストーリーが見えてきそうな。長いのこれ白黒でこの弾いてる感じとかもうめちゃくちゃかっけえ。これがですね、僕確か初めて聞いたの音源じゃないんですよ。確かライブ DVD の東京ドームかなんかのプレッチ聞いて、俺持ってますよそれ。何この神曲と思って、なんで俺ガゼットちょっと離れてたんですよ確かその時、はいはいはい、ちょっと聞いてない時期があって、この知らん間にこんな神曲生まれてたんと思ってこれ MV あるんで、はい、もう知らない人はもうマジで見てほしいですね。 MV めちゃくちゃかっこいいんですよ。これ白黒がなんでガゼットはこんな映えるんだろうって。本当ですよね結構髪型とかきらびやかなんですけど、はい、白黒えぐいかっこいいですよね。ガゼットってなんかその派手なかっこよさもあると思うけど、渋さ出すんでこういう時に。だからやめられないってばよって感じなんですよ。いや、まあプレイジです。はい。